壁画アートという事業は水戸市で初めての事業になるんですけれども、この道路が赤塚地区を南北に抜く重要な道路となりますので、その道路を長く使ってもらう子どもたちに道路に愛着を持ってもらおうというところで、壁画アートという事業をやってもらうことにしました。今回の絵は赤塚中学校の生徒さんに考えていただきまして、水戸市の四季をテーマに、春夏と秋冬とそれぞれ東西の壁に分かれて描いていただいています。やっぱり水戸の四季をテーマにしたので、まあ、水戸の美しさというものを伝えられていったらいいなと思って描きました。花火の隙間とか細かい部分はとても塗るのが大変でしたね。